はい、どうもです。今回はですね、こちら。錦ブダイっていう食材ですね。こちらはですね、前回の動画の追い込み量の時にね、撮れたものでございます。はい、量の映像を見たい人はね、前回の動画から見てください。はい、ということで今日はこちらの、かわいいなこれ、こちらの錦ブダイをさばいていくんですけども、まあ多分みんな思ったと思う、またブダイかと。これはもう全然違う、俺はもう言い切ります。マサルチャンネル初登場のブダイ、錦ブダイになっております。はい、僕自身ね初めて食べるんですけども、どうやらですね、世にも珍しい身が青い魚みたいなんですよ。もう俺自身初めて食べるんでね、見たことないんですけども、早速ですね観察していきましょうか。はい、こちらがね錦ブダイですね。まあ多分皆さんね、南洋ブダイとそんな見分けがつかないと思うんですけども、特徴としてはですね、この目の周りが黄色いんですね。あとね、この尻尾にかけて斑点模様があるんですよ。でこれオスなんですけど、メスはですね茶色い体色に白い斑点があるんで、なんかこの辺青くなりすぎて見えないだけで、全体にね斑点があるんじゃないのかなと僕は想像しております。で魚のここの幅、これをね体高って言うんですけど、体高がめちゃめちゃ分厚いです。ちょっと他の魚と比べてみます。ちょっとたまたま冷蔵庫の中にアジアコショウダイがいたんで並べてみたんですけど、すごくない？体高がありえないぐらい高いんですよ。アジアコショウダイこんぐらいなのに、その倍ぐらいありますからね。めちゃめちゃぶっといですよ。はい、ということでね、今日は錦ブダイをやっていくんですけども、何にしようかな。まあやっぱりちょっと初めての魚なんで、唐揚げと刺身、そして焼き霜で食べていこうかなと思います。ということで調理していきましょう。はい、それではまず鱗を落としていくんですけども、いつも横着して、ね、まな板の上で鱗を取ってたんですけど、本来はねこれまな板をこうやってシンクの中で鱗を取るもんなんですよ。じゃないとめちゃめちゃね家の中が汚れる。今日横着せずにやっていこうと思います。全然取れん、硬い。はい、これがブダイの特徴ですよ。鱗がとにかくでかいんよね。これもね揚げたら食べれます。おつまみみたいになりますね。今日はなんですき引きをやらずに鱗を取ってるかと言いますと、やっぱり焼き霜って魚の皮まで使う料理なんで、皮の色が残るように鱗かきで取ってます。やっぱすき引きにしちゃうとどうしても皮目が白くなっちゃうんでね、見栄えが悪いんですよ。この南国感がある青色を残したいという僕の思いがあります。よし、綺麗になった。はい、それでは鱗を取り終わりました。さて、じゃあマサルチャンネル名物のブダイの下痢をね、皆さんで見ていくとしましょうか。それじゃあね、開封していきます。ブダイの腹ってめちゃめちゃ薄くて、皮1枚だけ切んなきゃいけない感じなんですよ。これが難しいんですよね。あ、出てきた。あ、やべ、全然傷つけた。よいしょ、これは大変や。これ下痢の含有量が他のブダイと比べてめっちゃ多いぞ。うわー、すげえ。はい、こちらもう何度も聞いたと思いますが、何度でも説明します。ブダイはですね、強靭な顎でサンゴをボリボリ食べて、こんな感じのドロッドロの排泄物を出します。でこの砕かれたサンゴ、今はね見るに耐えない姿になっておりますが、これがビーチの綺麗な、ね、砂にね変わるんですよ。でもちろん臭いです。死んだサンゴだけを食べてるみたいなことを書いてる記事があったんですけど、多分普通に生きたサンゴボリボリ食ってると思ってるんだよね。なんか動画とか見てもやっぱり俺生きたサンゴを食ってるようにしか見えない。どうなんだろう。ちょっとすごい、下痢がすごい。一旦吐けさせよう。はい、そしたらまだ内臓があるはずです。こちらがね、肝臓です。まあ、ブダイの肝をね、醤油とかに溶いて食べる人もいるらしいんですけど、結構匂いあるんですよね。相当変色家じゃないと好きじゃない味だと思います。で、これが胆嚢ですね。で、お腹パンパンだったんですけど、正体は浮き袋でしたね。割ったらね、プシュってなるんで。そしたらもう、ほら、プシュってなって。中なんもないですね。で、こっち、エラの方に心臓があります。やっぱ魚の心臓はね、体に対して小さいんですよ。やっぱ陸上の動物みたいに、重力に逆らってね、上の方に上げる必要がないんで、もうそんなにエンジンが強くなくてもいけるんでしょうね。じゃあちょっと洗っていきましょう。胃袋も取ろう。で、奥の方の血を今から洗い流していきます。はい、それでは綺麗になりました。じゃあ次、頭を落としていきます。本当に身は青いのかね、ここでわかりますね。やばい、カメラ回ってなかった。ごめんなさい。今、包丁入れてしまいました。反対側。
カメラ回ってなかったよ。まあ、これをね、頭落としてみて本当に身が青いのかどうかっていうのが分かりますね。背骨がね、硬いんですよ。うん、硬いわ。もうねじりましょう。よし。いやー、青くない気がするけどな。とりあえず3枚下ろしますか。さて、まずはお腹から入れていきます。団体顔はやべ、めっちゃ身残った。で、これ腹骨を落とす。 OK、 反対側いきましょう。まあ、ここ尻尾まず切り目を入れます。結構身がしっかりしてるから包丁しっかり入れないと入っていかないですね。反対側。オッケー。背骨周りはね、若干青っぽさがある。ほら、わかるかなー。これ普通魚って青くないですよ、こんなに。まあどうだろうな、やや青っぽいのかなーって感じはありますけど、まあでも言われてみればぐらいですね。本当に若干だけど青みがかかってる。もうちょっと青いかと思った。でもナポレオンフィッシュのめちゃめちゃでかいやつは本当に身が青いらしい。まあ俺の実力じゃつけるのは 2,3 年後だと思うんですけど、いつかね、いつかそれを見せたい。うん、買ったんじゃなくて自分でついたやつを見せたい。まあ話が逸れてしまったんですけども、続きをやっていきましょうか。はい、それでは腹骨を取っていきましょう。結構奥まで入ってんな。オッケー。これちょっと残ったところもしっかり取っておきます。はい、それでは血合い骨を取っていきましょう。じゃあ反対側落としていきましょう。そしたらこちらの背側の身を焼き霜にして、こっちの腹側の身を唐揚げにしようと思います。で、まずはね、唐揚げからいきましょう。まあ、唐揚げは食べやすいぐらいのサイズに切っておきましょう。スッて包丁下ろした方がいいな。オッケー。じゃあ塩コショウを振っていきます。なんだかんだ塩コショウっていうシンプルな味付けが一番うまいかもしれない。最近そう思ってる。で、あとはこれを片栗粉にまぶすだけですね。片栗粉を袋の中に入れて、で、袋の中にこれ魚を入れていきましょう。で、これ振っていきます。 OK、 セット。前の油が残ったんで今日はそのまま使います。そろそろいいんじゃないか。全然ダメだ。よし、大丈夫でしょう。揚げていきます。早かった。いや、前回の魚がね、本当にまずくて、ちょっと今回ね、口直しで早くこれ食べたいんですよ。いやー、これはうまい。絶対に美味しい。もういいかな。うん、良さそう。はい、ということでこっから2品目作っていくんですけども、皆さんに悲しいお知らせがあります。焼き霜用のガスバーナーがない。家に3つあるはずなのに全部なかった。今日こう突破しようかな。で、まずですね、ちょっと水っぽい魚だったんで塩を振って締めていきます。焼き霜作りって結構塩振ってその後やりますもんね。これでちょっと塩味もつきます。で、今塩振ったんで浸透厚さで魚の水分が表面にね、出てくるんですね。で、その水分と一緒に臭みとかが出るんで、その水分が出るまでちょっと10分ほど待っていきます。冷蔵庫入れときますね。はい、それでは10分ほど経ちました。これ水分が出てるのがわかるかな。まあ、キッチンペーパーで拭けばわかります。ほら、こんだけ水分が出てくるんですよ。はい、そしたらですね、ちょっとガスバーナーで本当炙っていく予定だったんですけど、ガスバーナーないんで網の上に乗せてガスコンロで炙っていきます。でかすぎて乗り切らんと。対角線にやればいいんだ。なるほど、いいですね。対角線でギリ乗りました。では不本意ではありますが、炙っていきますか。均等に炙るのはめちゃめちゃ難しいはずなんだよね。炙ります。炙れてるかどうかは香りで判断してます。いや、めっちゃいい香り。 OK、 完成です。炙れてるかな。あー、ちょうどいい感じじゃん。中指ぐらいの分厚さがあるんで、これ半分に切ってから盛り付けていきます。まあ、とりあえず半分ですよね。よいしょ。
とりあえず平作りで切っていきますか。むずいな。よいしょ。大量盛り、激盛り。はい、それでは完成しました。いただきます。実はブダイって焼き霜が結構美味しくて、ちょっと楽しみですね。久しぶり。塩をつけますね。いただきます。ん？こいつやってんな。こいつくせえな。くさいよ。めちゃめちゃ臭いな、これ。なんだろう。もうこれは魚の匂いだわ。前回の魚も臭かったけど、今回の魚も臭いな。ちょっと待ってよ。もう一回行こう。臭い。臭っ。全然美味しくないな。嘘でしょ。めちゃくちゃ楽しみだったのに。南洋ブダイとか、ヒブダイとかでやると、皮目とかも美味しいんで、皮を残して焼き霜にしたんですけど、皮目が臭いし、皮がすごい食感いいから、なかなか噛み切れなくて、めっちゃ噛まなきゃいけないんですけど、噛めば噛むほど、口の中にもう、臭みが広がってきて、これはやばいね。目が覚めた。臭。これは、ちょっととてもじゃないんですけど、この量食べきるのはきついんで、この後唐揚げにします。やばい、これは。久しぶりに戦慄した。ほんじゃあね、唐揚げいきましょう。唐揚げはね、美味しいでしょ。いただきます。まずくはないね。美味しくもないな。でなんか前回も美味しくないって言ってたけど、今回も美味しくないって言っちゃってるな。なんかさっきの焼き霜が強烈すぎたせいで霞んでるんですけど、しっかり匂いありますね。まあとは言っても、まあ全然食べれるレベル。ただなんだろう、ブダイってふわふわな食感がいいんですけど、なんかこのブダイちょっとパサついてんね。食感もそんな美味しくないです。昨日食べた宮古萩の唐揚げと比べると数倍うめえ。もう普通に魚の唐揚げ自体美味しいんでね。まあよく食べてる南洋ブダイと比べると、マジかっていうような味ではあるんですけど、まあ全然美味しいですよ。うまい。はい、それではごちそうさまでした。いやー、錦鯉はね、ちょっと残念な感じでしたね。まあ、ただ、みんなにちょっと知っといてほしいのは、魚って時期によっても味が違うし、取れる場所とか、食べてるものによっても味が変わってくるし、同じ場所で取れた同じ種類の魚でも、なんかこいつはめちゃめちゃうまいんだけど、こっちのやつはめちゃめちゃまずいんだよな、みたいなことも全然あるんで、まあ、もしかしたら、俺が食べた錦鯉がたまたままずかっただけなのかもしれないんで、もしかしたら美味しい錦鯉もいるかもしれません。ただ、今回のは結構美味しくない方の部類の魚だなと思いました。で、南洋ブダイでこんな臭いのを食べたことないんで、やっぱり南洋ブダイってすごいんだなって思いました。まあ、全部みんなね、ブダイなんて同じだろうと思ってると思うんですけど、意外とね奥が深いんですよ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。